時は黄金の嵐が世に吹き荒れる前のこと。一人の男が歴史の表舞台に姿を現した。人々を導く教えをその胸に携えて。お恨いをうろつくな、どけ。すいません、先日の豪雨で家が流されてしまって。今月の税どころか今日食べるものもないんです。お役人様、せめて子供に食わす分だけでもどうにか。そんなこと知るか。お前たちのことはお前たちで何とかしろ。税が払えない者は厳罰に処すぞ。そんな。おお、なんと痛ましい。本来ならば困窮する民に手を差し伸べる立場だというのに。太平道の教祖張覚、自らを大賢良師と称す。人々を苦しみから救うには漢王朝を終わらせるしかない。張覚は弟の張良、張宝と共に黄金の同志を束ね立ち上がった。とても許せませぬ。あの役人に一言物申してきます。いえ、やめた方がいいですよ。お役人に盾ついたら一体何をされることやら。もうおしまいだ。こんなことなら生まれてこなきゃよかった。世には不得意な役人がのさばり、民は天災と重税に疲弊するばかり。兄上、漢王朝の治世にはもはや何も期待できませぬぞ。今こそ漢の天下、争点を廃す時。荒廃した民心を癒し、天地を新しき力で満たさねばならぬ。そのために天は我らに力を与えたもうたのだ。弟の長領も待っております。我ら兄弟、力を合わせて好天の世へ進もうではありませんか。ここ高層の民もまた悪政に苦しみ、立ち上がる気力すらないようです。兄上、一刻も早く蒼天の輩を倒さねば天下の民は。分かっておる。我らは蒼天を廃し、新たな秩序を創造する。そのために民を奮起させ、同志とせねばなるまい。しかし民に太平道の教義が理解できましょうか。彼らは疲弊し、その心は荒んでおります。とても共に立ち上がれるとは。故に民の苦悩を我が奇跡の力によって取り払う。しかるのち改めて我らが教えを説けば、民は心を奮い立たせよう。おお、さすがは兄上。ここ高層には民の悲痛の叫びが飛び交っております。病に苦しむ者、役人の汚職を嘆く者、彼らの話を聞き、その苦悩を取り除きましょう。さあ、困窮する人々を救いましょうぞ。高層の民は病に苦しんでいます。不水を作りたいのですが、紙がないのです。造作もないこと。迷える民のためすぐ手に入れてまいろうぞ。なんということだ。
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。紙が欲しいって？すまねえ、近くの書家が。馬がご入り用で。またお待ちしてます。黄金刀の、いらっしゃい。毎度どうも。天意に従い病に苦しむ民を救うのだ。汝の神と我が力を合わせ奇跡を起こさん。民を助けたいと。いいでしょう、こちらをお持ちください。おお、これで不遂をつけれます。病の民を救うことができますぞ。天意をご覧あれ。これぞ我が力ぞ。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。役人に逆らった男が捕まっちまったんです。畜生。おお、悩める民を虐げるとは。我が外道を成敗し、その者を助けようぞ。なんだお前は。うろちょろしていると牢にぶち込むぞ。我に生きる獣よ、我は大剣漁師昇格。捕らえし民を今すぐ解き放つがえよい。
蒼天に惑わされし者、今こそ誤りを正し共に好天を築こうぞ。この人なら何かを変えてくれるかもな。とりあえず今日から俺も黄金刀だぜ。天儀をご覧あれ。これぞ我が力ぞ。すごいっすね。輝いてますぜ。あの悪、うん、どうかあの商人を。私の荷を奪いに来たのか。おい用心棒、どうしまいだ。この荷は我が没収する。これ以上民を苦しめるでないぞ。こちらはお渡しします。どうか命だけはお助けください。これはしょ、黄金の力を世に十分に示せましたかな。民も病が治り感謝していました。今後我々に協力してくれるでしょう。飢えに困窮する民を救いました。皆我らに大変感謝しておりますぞ。悪を働く役人を懲らしめてまいりました。我らの力広く世に示されたことでしょう。天儀をご覧あれ。これぞ我が、おお、なんとも勇ましき戦ぶり。多くの人々を救うことができましたな。これより多くの黄金の子が立つであろう。蒼天の終わりは間もなく訪れるぞ。聴覚様、ありがとうございました。おかげで生きる希望が湧いてきました。ああ、あなたのような人が国を治めてくれれば。そうだ、もうこんな世の中真っ平だ。聴覚様の説く好天の世こそ我らの望むもの。どうかオラたちも協力させてください。兄上、この熱意、この活気は、うん、今我ははっきりと天意を聞いたぞ。民を太平道の教えにより好天の世へと導く、それこそ我が天命であろう。聞け、同志たちよ、太平道の教えに従い信ずる心を忘れるなかれ。さすれば我はそなたらを必ず太平の世へと導くであろう。いざ、悪政はびこる蒼天を打ち破り好天をいただかん。おー、せいはた。兄上、同志たちも気合が入っているようです。うん、
高層にも活気が戻ってきたようだ。聞くところによると、朝廷は我らを討伐する命を下したとか。ですが、同志たちは各地で奮戦し、次々と官軍を破っているとのこと。それもまた好天の奇跡である。大権領事、清州の同志たちが危機に陥っております。官軍の猛攻を受け防戦一方とのこと。兄上、いかがいたします？見捨てれば役人と同じよ。我らは同志を決して見捨てはせぬ。九里山の麓に清州の同志が拠点としている砦があります。そこへ向かえば彼らと合流できましょう。うん、清州の同志たちと共に蒼天の獣どもを蹴散らしてくれよ。いやー、皆様方、お待ちしてやした。俺は周曹、皆様の行いに感動して今回正式に黄金島に入った次第で。そんな話はさておき、自慢の足で調べた情報早速披露しやすぜ。官軍の大将は高孫さん、奴らは要所を抑え我らの同志にやりたい放題。そして味方は敵の包囲の中、助けを呼ぼうにも港は官軍に抑えられて身動きができない状態です。以上、駆け足でしたが報告はこんな感じで。短時間によくぞそれだけの情報を集めた。褒めて使わす。これからもその俊足を生かして天下の状況を逐次報告するのだ。お安い御用ですぜ。それにしても高孫さんめ、我が同志を餌食にせんとするか。早急に同志を救いつつ高孫さんを討たねばなるまい。では私は北側を進軍します。港を奪還した後同志の元へ。私は南側へ。いち早く包囲されている同志を救いに向かいます。天より授かりし奇跡の力をもって蒼天の獣どもに目にもの見せてやろうぞ。おお進んで黄金の子らよ、高孫さんを討ち清州の同志を救うのだ。賊と踏み砕くのだ。挟まれたか、高孫さんめ、俺たちを押しつぶす腹か。抜き差しならん状況だな。
固めておくぞ。お来るがいい、黄金のバカどもよ。この港も貴様らの墓場としてくれる。暴きの時は来た、死の奇跡よ。戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。このままでは黄金の民の波に飲まれる。ここが火庭よ。また一歩黄天の世へと近づいたか。おお、素晴らしいご活躍。要所
ご祈祷よ。この長子龍が相手となろう。いでよ、炎の奇跡よ。ない気迫が稀に力を判断することなく大差めばなるな。いでよ、炎の奇跡よ。助かった。囲まれた時はもうダメかと思ったよ。でももう大丈夫だ。今度は黄金刀が攻める番だぜ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。見事。私はまだまだ未熟だったよ。また一歩冒険の世へと近づいたか。お見事、見せつけてくれますな。乱を煽るなど悪逆の極み。この高尊白慶が重罰してくれる。我に力を注ぐの獣が何を生きまくか。暗示こそ変異のもとに滅び去るがいい。変異を介さぬ愚か者ども、炎の奇跡の雨に打たれ凍てつくがいい。なんだ、空気が凍っていく。これでは動かせない。いいとこだ。すまんね、私はこの辺りで下がらせてもらうぞ。この私が引かねばならぬとは。黄金刀の戦い、もはや民の反乱の名違いよ。大剣漁師様、お救いいただきありがとうございます。かしこまらずともよい。我らは皆黄天の世へと進む同心なのだ。高尊さんが引いたことで青州の官軍は瓦解しました。我らの快進撃に同志の士気は大いに高まっておりますぞ。報告、報告です。朝廷が大規模な軍勢を差し向け、高僧の同志たちが襲われてるみたいです。高僧は我らの本拠、獣どもに奪われるわけにはいかん。戦力を高僧に集めよ。周僧よ、そなたは各地を駆け回り、さらに情報を集めよ。合点、ひとっ走り行ってきやすぜ。万が一兄上が倒れるようなことがあれば、皆は拠り所を失い反撃も叶いませぬ。まずは慎重に高僧の外で様子見をなされては。うん、ならば高僧の手前にある村落にて味方と合流し、改めて反攻に出ようぞ。黄金の子らよ、これは最大の試練だが、試練を超えた先に必ずや黄金の世がある。皆進め、共に戦い、共に生きて太平を謳歌しようぞ。おー
申し上げます。同志たちは苦戦している模様。また官軍の様子を偵察していた周曹様も行方不明に。蒼天の獣どもめ、よくも我が同志たちを次々と。長方、長領よ、急ぎ同志たちを救出するのだ。皆よく聞け。蒼天をいただく我らが蒼天の獣に屈するわけにはいかぬ。我が奇跡にてそなたらの道を切り開こう。黄金の子らよ、我に続け。蒼天まさに立つべし、立つべし。蒼天まさに立つべし、立つべし。我が導きし民はそれぞれが激流となり劣化となり、太平の世へと進み出しましたぞ。あと少し時があれば、天によ、民を慈しむのであれば我に今ひとときの生を。黄金の子らよ、奮い立て。蒼天の獣蒼卓を退けるのだ。闘志が天地に満ちておる。黄金島の皆様、これを使ってください。悪い商人を懲らしめてくれたお礼です。長方様、オラたちも戦うんだ。病を治してもらったお返しだよ。おう、何時らもまた黄金の子、共に新たな世へと進もうぞ。戦力を集中すれば勝算が高まろう。私たちは友軍に合流するぞ。我に力を添え。各地を攻め、これを接収する。みんな進め。他の要素を目標とする。いざ進軍せよ。敵の要所をぶっ潰す。行くぞ。行くぞ。援助よくとく。我らの手で黄金島の本拠を叩くのだ。このままでは策に集中できませぬ。どうか力添えを。
劉備は打ち払った。将校らは巨匠へと兵を進めよ。また一歩後天の世へと近づいたか。その勢い誰にも止められますまい。戦力を集中すれば勝算が高まろう。私たちは友軍に合流するぞ。かの地を攻め、これを接収する。みんな進め。